スズメの茶引き族は稲香の族の一つ。やや大柄な草で多数の花を含む比較的単純なコボをつける。コボが特に大きいのも特徴の一つ。多くの雑草を含む。スズメの茶引き族は単子葉植物稲香の植物群である。日本ではごく普通な雑草としてよく見られるものが多く含まれる。一年草、越年草、多年草で線形の葉を持つ。 幼少は綺麗な円筒型となる。コボは大柄で多数の花を含む。構造的には単純なもので、一体の包み絵の上に多数の同型の両性小花が左右二列に並ぶ。外形は線形から大円形、左右から多少とも扁平果樹は円錐果樹で左右に少数の枝を出し、その先にも複数のコボをつけるが、コボの数が少なかったり、 枝が短かったりして、より単純な箇所になる例もある。コボは大きくて1トル以上あるのが、普通3トルになる例もある。包み栄のうち、第一方栄は、第二方栄に比べて一回り小さく、入る脈も少ない。森栄は、包み栄に似て一回り大きい。これらはいずれも左右から折れていて、背面は、マリーカ量がある。森栄は、 包み絵に似ているがより大きく、先端はくぼんでその間からのぎが出る。ただし肪がごく小さくて目立たないものもある。全体に無毛か多少の毛があっても小花の基部から綿毛が出たりはしない。世界の温帯から亜寒帯にかけて約100種がある。日本には10種以上がある。身近に普通に見られるものもあるが、その多くは喫下種と思われる。 なお、沖縄にはそのほとんどが存在しない。多くはごくありふれた雑草である。道端に見かけるものも多い。牧草に使われる例もある。日本で普通に見られるもののほとんどは、幾多種である。ちなみに、沖縄にはその全てが見られない。こぼが大きく目立つことでこれ以外のくと混同することは、あまりない。棒の長いものは、かもじグさ属、短いものは、 毒麦属のネズミ麦などに多少似ているが、果女の形が異なるし、やはりそこまでこぼは大きくない。以下に日本産の種を挙げておく。和名に多く使われている茶引きとはカラス麦の別名である。このうち、キツネガヤとクシロ茶引きが在来種と思われる。ありがとうございます。